Thank you.
それも含めてなんかこう 見栄えがそれではここで5人で、やりたいなと思います。さあ私も、大好きな、ピアニストなんですが、つぶらさんが持ってきてくださいました、カーラブレーの曲でローンズをお願いします。そう、このね、さっきね、ローンズはどんな意味なんだろうっていうふうにちょっと奥で話してたんですけど、10年ローンズあのローンズって、まあ、なんか芝生っていう意味もあったり、なんかこう、なんていうの、ちょっと神聖なる、なんか、なんていう名前だったかちょっと忘れちゃったんですけど、なんか、慈悲なんか慈悲とかっていう、話をしてたら森田さんが、あ、自費で払うのねとかっていう話になってからなんかただローン、それでローンだよねとかっていう話になって、なんかいろんなローン、こう出てたんですけれども、カラブレは一体何をこう考えてやって作ったのかなっていうところで、非常にこれも私もよくやっている曲なんですが、ローンズをお送りします。
Thank you.
さんに入っていただこうと思います。あ、いや、いい。なんか、これなんかマイクが入ってますね。はい、ドンスケという曲を出しました。さあ、それでは、ここで、はい、ちょっと挑戦というか、私が挑戦曲なんですけれども、ソロニアスモークの、曲で、これを、まつぶちゃんとやりたいなと思って、ちょっと選んでみました。じゃあ、聴いてください。その名も、証拠という、あの和訳がありますが、それを英語にしてエビデンスという訳を出します。Thank you.
Thank you.
どうもありがとうございます、モーベサーブルースという曲をお送りいたしました。さあ、それでは、ここで最後の、曲に参りたいと思います、鼻息があるんですね。セカンドセットも、ファーストセットも最後にはですね、ちょっと歌を、入れたいと思います、これも松本さん、松本圭介さんに、ノーギャラでやっていただいておりますアレンジを、やっていただいておりますけれども、シャイニーストッキングという曲を、お送りしたいと思います、本当に本日はどうもありがとうございました。もう一度、メンバーを紹介させていただきます。皆さんから向かって左側から、松本圭介、イエイそして、森田哲夫、イエイ、はい、そして板谷宏、ありがとうございます。そして、吉田つぶら、そして山形真理子でお送りしております。ありがとうございます。本日いらっしゃっていただいて、お盆の中いらっしゃっていただいて本当にありがとうございます、では、最後にお送りする曲も、ビッグバンドでよく、カウントベーシー楽団の有名な曲をお送りしたいと思います。シャイニーストッキング、
スバラドバラバラタルトとしてバラウェイラレザルルンバーマレイ皆さんも健康に、いていただければと思います。また、やりたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
そうでは